おはようございます。バンです。今日はエリア3の中流付近に来ています。ちょっとね雨が降っていたんで、昨日は日中いろいろ状況の確認とかができなかったんですけれども、今改めてエリア3をね確認したところ、中流付近に大花水金梅の水星が確認できましたんで、これ最優先なんで、除去していきます。ちょっとせっかくなんで、除去前の大花水金梅をお見せいたします。こちら、近寄ってみると結構たくさんありますね。大花水金梅ですね。除去していきます。はい、どうもです。途中からね長い鶴のゲートばっかりになりましたけどもね、大花水金梅、それから長い鶴のゲートが回収できました。ちょっと一旦カットして、もうちょっと奥の方まで確認していってみます。はい、どうもです。今ねエリア3の一番北の端までやってきました。手前にイネ科の植物が群生しています。でこっち側から、南西方向に関しては天然のフィルター、このね雑草が天然のフィルターはなく果たしてくれてるんで、網とか、石とかコンクリートとかを作る必要がないと考えています。ですけれども、ここから先もうちょっとね取りこぼしがあるんで、ここから先もう琵琶湖すぐなんで、確認して、で長い鶴のゲート、大花水金梅の徹底的な回収を行っていきます。これ長い鶴のゲートだと思うんですが、花が咲いてますね。花がちょっと赤いんですよね。これ白い花が赤く枯れてしまったのかな。違う植物かな、かもしれないです。ちょっと一応記録にとって、で一応、回収しておきます。はい、どうもです。数本ですけれども、長い鶴のゲートの回収ができました。ちょっとまた逆戻りします。はい、どうもです。エリア3の、南西部分です。手前に、天然のフィルターがあります。で、エリア3のね、この天然のフィルターからこっちが、北東側結構ね、沼地で、水深が深かって、もうギリギリでしたね。でもここから先はちょっとまだ水深はね長靴で太刀打ちできる範囲じゃないかなと思います。ちょっと北東側はねちょっと長靴に水が入ってきて往生しましたけれども、とりあえずここからずっと南の方へ攻めていこうと思います。それで一気にエリアの縮小を図ることができればなと思うんですけれども、手前の土手にもね、この土手の、石畳の裏側にも生えてるんで、ちょっとこの白いテープはやっぱ残しておかなければならないかなといったところですけども、とりあえず、水中優先でやっていきます。はい、どうもです。エリアさんの水中に関しては、とりあえず、できましたね。ただ、ちょっと水が濁ってるんで、取りこぼしがもしかしたらあるかもしれないというか、多分あると思います。というわけで、引き続いて、陸地の部分のエリアさんをですね、北東部分からちょっとずつ、南西の方に攻めていきたいと思います。どうもです。長い鶴のゲートの優勢群落がありましたので、ちょっとそこを確認しますが、おっと、あそこに大花があるではないか。はい、どうもです。長い鶴のゲートの優勢的群落ですね。もうおそらくここで1日かかると思います。はい、どうもです。ちょっとね、そろそろ腰が厳しくなってきたんで、もう上がります。あと、それから、この辺の作業は、ザルがあった方が、ちょっと確実に作業できるなと思いましたんで、ちょっとザルを明日以降は持っていこうと思います。まあ、何にせよ、ここは最優先ですね。というわけで、一旦カットかな。いや、もうちょっと、今日はもうこの辺りにしておこうかな。マイペースでいきたいと思います。ではでは。